NHK World。部屋の中で最も大切な場所とされる床の間、その床の間の主役が掛け軸と呼ばれる飾りです。時には季節感を醸し出し、時には深い人生訓を掲げ、また客をもてなす道具として使われてきました。掛け軸は茶の湯にも欠かせないものであり、茶席の床の間には必ずかけられます。掛け軸に書かれた言葉が茶席のテーマを表し、客はその意味を胸に茶を楽しむのです。花鳥風月が描かれた絵画、禅の思想が込められた墨跡、古来日本人はさまざまな種類の掛け軸を時と場に合わせて掛け替え味わってきました。ビギンジャパノロジー、今回は掛け軸の奥深い魅力をご紹介します。ビギンジャパノロジーへようこそ。ピーター・バラカンです。今日のテーマは日本の和室の演出に欠かせない掛け軸です。私は今京都にある大徳寺に来ています。大徳寺は14世紀鎌倉時代末期に創建されたお寺です。ここには22の塔頭があり、それぞれに歴代の和尚の書が数多くの掛け軸となって残されています。そもそも掛け軸は仏教の伝来とともに日本に入ってきたもので、当初は寺の壁に掛けられ礼拝用に使われていました。やがて掛け軸はそこに描かれている絵や書を楽しむものへと変わっていったのです。西洋では絵画は額縁に入れて壁に掛けられますが、日本の掛け軸は掛ける意味や鑑賞の仕方が多少異なります。こちらの VTR をご覧ください。書画を切れと紙で表層した掛け軸。掛け軸にはいくつかの種類があります。自然の景観を墨で描いた山水画、四季折々の花や鳥などを描いた花鳥画、仏教に関する絵が描かれた仏画、禅の高僧が書いた書もあります。こうした掛け軸が掛けられるのは主に床の間です。床の間とは床を一段高くした特別な空間で、客を迎える部屋に作られます。床の間は部屋で一番大切な場所とされ、ここに立ち入ることはできません。床の間の起源は今から500年以上前の室町時代に遡ります。歌会や茶会を催すとき、壁に掛け軸をかけ、その下に美術品を置いて鑑賞しました。究極の床の間がこちら、京都の二条城二の丸御殿の大広間、徳川将軍に諸大名が謁見した部屋です。一段高くなった上段に将軍が座り、その奥にもう一段高くなった床の間があります。床の間は美術品を飾って主の教養や財力を示す場でもありました。その床の間の主役が掛け軸です。
床の間には掛け軸をより印象的に見せるためのさまざまな工夫が施されています。床の間の横には窓が設けられ、光が取り込めるようになっています。障子を通した光が柔らかく掛け軸を照らします。そして床の間の上にある下がり壁、この壁が床の間に絶妙な陰影を与え、掛け軸に描かれた世界を奥深いものに見せてくれます。影がなく光が掛け軸全体に当たると、掛け軸は平坦に見えてしまい趣がありません。一方、窓を塞いでしまうと暗すぎて掛け軸がよく見えません。このように床の間には飾られた掛け軸が最も印象的に見えるように光の工夫がなされているのです。掛け軸の大きな特徴は、同じものを掛け続けるのではなく、こまめに掛け替えるということです。客によって、季節によって、その時その場にふさわしいものに掛け替えて楽しむのです。掛け軸は巻いておけば手軽に持ち運びでき、保管の場所も取りません。幾本もの掛け軸を用意しておけば簡単に掛け替えができます。お祝いの席にはめでたい言葉の掛け軸を、親しい仲間と楽しむ席には気軽な絵画を、夏は涼しげに冬は暖かく、掛け軸を変えることで部屋の持つ意味を変えるのです。茶会でも主人がその日のテーマを考え、床の間に飾る掛け軸でメッセージを伝えます。客は茶室に入ると、まず掛け軸に向かって礼をして、掛け軸からその日の茶会のテーマを読み解くのです。このように掛け軸は単に美しさを鑑賞するだけではなく、部屋の主人の考え方を伝えるものでもあるのです。掛け軸の特徴の一つは頻繁に掛け替えるものだということです。また視覚的な美しさだけでなく、そこには何らかのメッセージも含まれているのです。私の後ろにあるのが床の間です。床の間では掛け軸が主役ですが、さらに季節感を醸し出すために花を置いたりもします。また花の代わりに香炉を置いて優雅な雰囲気を演出することもあります。掛け軸はこのように巻くことができます。小さくなりますから持ち運びもできますし、収納も簡単です。使わない掛け軸はこのような霧の箱に入れておきます。霧は湿気を防いでくれるだけではなく、掛け軸を害虫から守ってくれます。また軽くて燃えにくいので保存には最適なのです。掛け軸には様々な種類があります。そして一つ一つにメッセージが含まれているのです。こちらの VTR をご覧ください。掛け軸に書かれた絵や書は本紙と呼ばれます。これが掛け軸の中心になります。本紙の書画には多くの場合、季節感や禅の思想など様々な意味が込められています。そのためどの掛け軸を選ぶかによって部屋の意味が変わるのです。本紙にはどのような意味が込められているのか、いくつか読み解いていきましょう。まず掛け軸の多くは季節感を表します。これは日本画家川上世次の那須画。夏野菜の那須が夏の訪れを感じさせます。清涼の文字とシンプルな構図が涼しさを演出します。季節感を和歌に託す掛け軸もあります。
これは平安時代の歌人紀貫之が立春をテーマにした和歌です。袖を濡らした水が冬に凍っていたが、今春の風が吹いて溶け出してきた。春の訪れを喜ぶ気持ちを歌い上げています。これは室町時代の絵師雪舟の山水画、国宝秋冬山水図。山や川を題材にした山水画もしばしば掛け軸に使われます。山水画の掛け軸を掛けると部屋に凛とした緊張感を醸し出すことができます。山水画は単に自然を写し取ったものではなく、中国の神仙思想に基づく深い意味が込められています。山は世間のしがらみから遠く離れた心穏やかな世界、谷合にひっそりと佇む住まいは書き手が思い描く臨終の地。その住まいに向かって歩いているのが書き手自身の姿です。中央に垂直に伸びる線は断崖を強調したものです。人生に起こるさまざまな試練を表しているのでしょうか。見る人は山を登る人物に自分を重ね、人生の在り方を考えるのです。掛け軸には禅の教えが込められたものもあります。墨跡とも呼ばれ、主に禅の構想が墨で書いた書画のことです。これは江戸中期の禅僧白隠の墨跡、露用達磨図。薄い墨で靴と足の葉が描かれています。禅宗の始祖である達磨大師が中国を移動する旅の最中、足の葉に乗って揚子江を渡ったという伝説を靴と足の葉だけで表現しました。白隠は薄い色の墨を好んで使いました。書は人なりと申します。私は実際に白隠に会ったことはないけれど、この墨跡を見れば人格がわかるんです。時代と空間を超えて書いた人の人柄を感じられるところが墨跡の魅力です。文字だけの墨跡も多く、茶会の席にもしばしば使われます。これは喫茶子という禅の言葉です。意味はまあ一服お茶を召し上がれ。茶の湯では主人が茶を勧めるとき、貧富の差や利害損得を離れ誰にでも平等に接します。この掛け軸を茶席にかければ誰に対しても分け隔てなく接しますよという主人のメッセージを込めることができるのです。こちらも禅の言葉で方下尺、意味はすべて捨ててしまえということです。中国の唐の時代、上州和尚に権陽和尚が尋ねました。私はすべてを捨て去り無我の境地に達しました。これからどうすればよろしいでしょうか。上州曰く、方下尺、無我の境地に達したというその慢心を捨て去りなさい。掛け軸の本紙には一つ一つ意味が込められていて、それを読み解くことが掛け軸の楽しみ方の一つなのです。日本語では漢字がよく使われます。漢字はもともとは中国から入ってきたものですが、もう1000年以上もの間日本の生活の中で欠かせないものとなっています。漢字には一つ一つに単語として、あるいは概念としての意味があります。ですからたった一文字でも深い意味を込めることができるのです。
漢字の表現の豊かさというのは文字の意味だけではありません。字の太さ、細さ、色の濃淡、それに力強さや勢いなども表現の一つなのです。ですから書だけで立派な掛け軸になるのです。さて、大徳寺瑞峰院の前田正道住職にこちらの掛け軸の意味を伺います。心下無別法、心の他に仏の心はない。何事も心一つ、自分というものを築き上げていくことが人生の基本だということ。この目的というものはその人の人格、心そのままを表しています。毎日の心の持ち方の精進そのものだと思う。 Thank you very much. ありがとうございました。さて、掛け軸で書や絵が描かれた本紙の周りの部分を表具と言います。表具も掛け軸にとってとても大事なものです。続いては表具についての VTR をご覧ください。掛け軸は絵や書が描かれた本紙とそれを保護し装飾する表具からなっています。古くから掛け軸は本紙と表具を一体で鑑賞するものとして発展してきました。掛け軸の表具はどのように成り立っているのでしょうか。まず本紙の上下についている細長い切れを一文字と言います。本紙に一番近く掛け軸全体の印象を左右する重要なものです。表具の中でも最も上等な切れが用いられます。そして本紙をぐるりと囲んでいるのが中回し。一文字よりも面積が大きく、これも本紙の見え方に大きな影響を与えます。中回しのさらに上の部分を上、下を下と言います。縦に垂れた2本の切れは風帯と呼ばれます。かつて家の軒下に巣を作るツバメが部屋に入ってきて掛け軸に近づかないように蛇に似せた細長い切れをつけていました。風帯はその名残だと言われています。掛け軸の表具にはどのような技が使われているのか、京都の表具店を覗いてみましょう。ここは創業220年の老舗表具店。伝統の表具技術を使って国宝や重要文化財の修復も行っています。掛け軸の表具の仕事で大事なのは裏打ちです。裏打ちとは本紙を保護し何十年何百年と長持ちさせるための技術です。裏打ちに使うのはまず第一に和紙です。この和紙を本紙の裏側に幾重にも貼り合わせて強度を高めるのです。柔らかさや強度の違う3種類の紙を使い分けます。そして糊、小麦粉のでんぷん質を炊き上げたもので、この店では10年ほど寝かせたものを使用しています。長年寝かせた糊は通常の糊よりも柔らかく仕上がります。そのため掛け軸を巻き取っても本紙に折れ目がつくことがなく、しなやかに巻き取れるのです。糊で和紙を何枚も貼り合わせ、加湿と乾燥を繰り返します。裏打ちの作業は短くても3ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。もう一つ表具の大事な仕事が切れ選びです。本紙をうまく引き立てる切れを選べるかどうかで
掛け軸の価値が大きく左右されます。この上下の色はええねんけども、やっぱりその一文字と中ベリーの紺っていうのがちょっとそのきついというか、はい、目に先入ってしまうような気せえへんこれ、はい、うん、この中回しもちょっと一回変えてみよう、はい、うん、表具に使用される裂は表具のために織られた特別な裂です。京都では西陣織がよく使われます。着物の裂よりも薄く巻いて使いやすい質感になっています。棚いっぱいに収められた裂は900種類に上ります。この中から本紙の内容に最もふさわしい裂を選び出すのです。表具師の腕の見せ所です。最初に選ぶのは表具の要である一文字の裂。本紙の上下にいろいろな裂を置いて試してみます。本紙と同系統の色の裂を置くと本紙は大きく見え、逆に異なる色を置くと本紙が引き締まって見えます。本紙よりも目立つような色を使ってはダメとか、本紙より先に目が行くような柄を使ってはダメとか、そのようなことがありますので、できるだけ、その本紙を生かせるような、表具の切れを選ぶということをいつも考えております。これは表具が本紙をうまく生かしていない例です。華やかすぎる切れを使ったため本紙の男性像よりも表層に目がいってしまいます。そのため主役の本紙が沈んでしまうのです。こちらは本紙の魅力を表具が見事に引き立てた名品と名高い作品です。上下の紺色は本紙の墨の色と呼応して絶妙な緊張感をもたらしています。一文字と中回しを本紙と同系色にすることによって鳥が羽ばたく空間を高く広く感じさせています。本紙と表具のコンビネーションが良ければ掛け軸の持つ世界観はより一層魅力を増していくのです。京都は古くから日本の宗教や芸術の中心地の一つであり、表具もここで高度な発達を遂げました。また京都には西陣織があり、和紙を作る工房もたくさんあります。さらにきれいな水も手に入る環境です。つまり京都には表具に必要とされる要素が揃っているのです。京都では表具の工程はすべて手作業で行われます。ですから豊富な経験を持ち、書画の価値を理解する知識やセンスを備えた職人が多いのです。京都の美しい環境と京都人の洗練された美意識に支えられ、表具自体が芸術の域に達したのです。こちらは大正時代にこの表具店の6代目が作った掛け軸の見本です。ミニチュアの掛け軸が30種類ほどあるのですが、どれも精巧に作られていますね。本紙の形や内容に合わせて切れの取り合わせが丁寧に作られています。このようにして先祖の技が受け継がれているのです。切れはこの見本のために特別に作られ、本紙もこのためだけに描かれたものです。伝統の技を受け継ぎながら、そこに現代的な感覚を取り入れることによって表具の技術はさらに発展していくのです。長い歴史を持つ掛け軸ですが、今日本の住宅事情によって床の間がなくなり、掛け軸を掛ける場所がなくなりつつあります。そんな中、床の間がなくても楽しめる掛け軸が出てきています。 VTR をご覧ください。今日本で新しく建てられる住宅には床の間が作られることが少なくなってきました。かつて
床の間には欠かせないものだった掛け軸も、住宅事情が変わるとともに使う機会が減ってきています。そんな中、新しい掛け軸の在り方を模索し、気軽に掛け軸を生活の中に取り入れようという試みもあります。伝統的な掛け軸とは趣の異なる新しいタイプの掛け軸は創作掛け軸と呼ばれます。京都で創作掛け軸を作り続けている表層作家の薮田佳秀さん。薮田さんは40年ほど前に伝統的な表具の技術を学びました。現在、伝統的な掛け軸の表具と同時に創作掛け軸も数多く手掛けています。掛け軸を飾る場所が少なくなった昨今、現代のライフスタイルや住宅にもふさわしい掛け軸とはどのようなものか日々考えています。伝統的な掛け軸には欠かせなかった一文字を取り払い、本紙の内容も形も自由な発想の作品を作り続けています。文化財などから取った拓本を使った掛け軸、これはバリ島の石像の拓本、切れもインドネシアの生地を使って仕上げました。ちょっとした遊び心を取り入れながらも、薮田さんは時と場所によって掛け替えられるという掛け軸ならではの特徴は残すように心がけています。まあ、額とかですとどうしても1年以上何もの掛けますけども、掛け軸は季節感もありますし、12月全部別の掛け軸にしてもいいわけですから、まあ花生けるのと同じようなイメージでできますので、工作的なものにすると少しイメージが膨らむと思います。次々と掛け替えることで変化を楽しむ掛け軸、今新しい形で日本人の生活に取り入れられています。日本人は季節の移り変わりを敏感に感じ取り、掛け軸を掛け替えてきました。季節の変化を感じ取る心は日本文化の中で重要な役割を果たしてきたのです。季節によって衣替えをしたり、旬のものを食べたり、あるいは自然の素材を使って家を作るときにも季節の変化に気を配ります。現代の都市では季節の変化が街の中に映し出されることが減っています。しかし日本人は季節の変化を楽しむ感覚を失ってはいないと思います。先ほどの VTR のように、現代の居住空間でも楽しめる新たな形の掛け軸を生み出している人がいます。伝統もまた変化せざるを得ないのです。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。次回のビギンジャパノロジーは源氏物語、日本人を今も魅了する物語の全貌を紹介します。